ななぜアラフィフィののおっさんんが今タタッチタイピングなのかははいこんにちはハッチンドです12月31日に自己ベストが出ましたのでまたね自己ベスト更新動画撮っていきたいと思いますけれども今日の動画の目次はこの2つですねまずは自己ベスト更新しましたよというお話で2つ目がですねタッチタイピングまあ練習すれば誰にでもできるようになりますよというお話をしていきたいと思います。 はいまずね、自己ベストですけれども、12月31日、326回という記録が出ました。で、前回がですね、9月の16日ですね、3ヶ月前になりますね、はい323という数字に対して、今回ね、3回上回って、たった3回ですけどもね、326ということで、まあ、たった3回上回るのにね、 えー、大体100日くらいですね、100日超えてますね、はいかかったということでね、前は結構ね、やっぱり頻繁に自己ベスト更新してたんですけども、ここ最近はやっぱりね、3ヶ月に1回くらいですかね、自己ベスト更新できるのは、はい、まあ、ただね、えー、3ヶ月に1回でもこう徐々に徐々にね、 スピードが速くなっていると、ね、いうことなので、まあ、やっぱりね、続ければ、続けた分だけ成果は出るのかなということで、はい、今日はね、その辺のお話をちょっとね、していきたいと思います。タッチタイピングは練習すれば、本当にね、誰にでもできるようになりますよということで、まず私がタッチタイピングを始めたの、2019年の10月1日ですね。まあ、当時は49歳でしたと、今ね、もう2年経って51歳なんですけれども、 タッチタイピング、ね、練習を始めましたで。そこからですね、一応毎日毎日続けて、12月31日で821日目が経過しましたと、ねで。当時はね、やっぱりね、2019年の10月当時はね、326回もね、打てるなんて思ってませんでした。まあね、スピードにすると4.3だ、パー秒ということでね、確か前はですね、本当に1秒に 1>, 1打しか打てなかったくらいのスピードだったですかね。はい。それが、まあ、2年ちょっと頑張って、6倍ですかね。はい。まで、まあ、速くなったということで、ね、やっぱりやり続ければ、未知の世界にも届くということですね。はい。ということでね、2年2ヶ月もやれば、ね、まあ、そりゃあ誰でも、ね、できるようになるでしょうって思うんですけれども、やっぱね、難しいのは、この続けることですかね。 うん、まあ2年もやる必要はないんですけれども、まあ、できればね3ヶ月くらいはやってほしいなということではいねもうとにかくそうですね続ければね誰にでも本当にできるようになるのでぜひね皆さんもしタッチタイピングをやりたいなと思っているんだったらどこかねまとまって本当に1ヶ月でもまあ最低3ヶ月くらいやるとねかなりスピードアップできると思うのでぜひやってみていただきたいんですけれどもじゃあねあのそもそもなんでね もう50近くにもなったおっさんが突然ね、タッチタイピングに目覚めたのかということなんですけど、まあ、その辺に関してはね、こちらの動画で、えー、詳しくお話ししていますので、はい、見ていただけたらと思います。あのやっぱりね、まあ、今50歳、まあ今51歳なんですけども、これからのね、えー、人生、 あと30年か40年か50年わかんないですけどね最近はもう人生100年なんて言われてるんで50歳だとするとまだ半分なんですよねでこの半分のこれからのね残りの50年を、まあ、パソコンやっていくんだったらねえー、今のうちに、ね、こういった基礎技術は身につけておいた方がいいんじゃないのと、まあ、そういったお話を <laughs> はいしているのでぜひねあのー 自分もタッチタイピングやってみたいと思った方はね、この動画を見ていただいて、ちょっとでもね、モチベーションが上がればいいなと思います。はい。で、こちらがですね、始、はい、めてからね、12月31日までの日々のね、スピードをプロットしたものになりますけれども、まずですね、やっぱり1日目はですね、51回ですね。はい。もともとですね、私、あの、キーボードを見ながらタイピングしていて、 で結構その指もねめちゃくちゃに使っていたんですよ。でその時はですねだいたい1分間に、えっと、170くらいですかね打てて打てていましたと、ね。キーボードを見れば170くらい打てていましたと。ただキーボードを見ないでね、えー、ブラインドタッチやった瞬間にまあ51回ということでここからねスタートしましたと。 で、それを3ヶ月ですね、まずは。3ヶ月やり続けた時には、177ということで,で、それまでキーボードを見ながら打っていたスピードと同じくらいまでに行くのに、まあ、3ヶ月くらいね、毎日10分くらいですかね、練習したの。はい、なりましたと。まあ、そのお話ね、このこちらのサムネイルの動画で。 詳しくお話ししているので、興味があればね。見ていただければと思います。動画の下の概要欄にね url は載せておきます。で、そこからさらにね。180日6ヶ月ですね。6ヶ月で22。2ということでね。やっぱりここにもね。継続は力って書いてありますけれども、もまあ、続けることでまあ、半年も続けるとね。もう誰でもこれくらいのね。スピードいくんじゃないかとで。特に私はね。あのまあ、20年30年くらいこう。適当な。 キーボードを打っていたので、変な癖がついていたので、まあ、そういう矯正をしなきゃいけないっていうのもあって、まあ、ちょっとね、スピードが遅いのかもしれないです。多分若い人だったらもっと早くね、3ヶ月くらいではもう200とか全然余裕で超えるんじゃないですかね。はい。なので、まあ、こういうね、タッチタイピングとか、こう、なん,てうんですかね、基礎技術っていうのは、若ければ若い時にやり始めた方が、ね、後々のこう時間短縮につながると思うので、はい。 ね、ぜひ若いうちからねやっていただければと思いますし逆にね私みたいなおっさんになっても今からでもやり始めればね私もね49から始めてここまでいけたのでねもう年齢関係ないです本当にねあのやる気やる気っていうかもうやり続けるねやり続ければもう勝手に上達していくのではいねここにも書いてありますけども継続は力ということ本当だと思いますね続ければね どんなに最初ね下手くそでも続けてやっていけばねいずれ上達するのでねどんなに最初ブザまでも、はい、とにかく続けてくださいはいで1年くらい続けると、まあ、245ということで逆にですねやっぱり最初の半年とそれからの半年比べると全然ね伸びしろ違いますよねだからまあ1年もね続けるのはまあ私はこう YouTube の動画をどんどん上げようと思ってやって いたので、まあ、ここまで続いたんですけども、まあ、普通の人は半年もやればかなりねスピード速くなるので、はい、半年でも全然十分だと思います、はい、でそこからですねずっとまあ続けて約2年経ったところで、まあ、299回ということで、まあ、ここね、えー、最初の1年と次の1年比べるとね最初の1年で250その次の1年で50ということなので、まあ、効率がねやっぱり 最初の頭の方がね、効率がいいっていうのがね、このグラフからよくわかると思います。ね、それ以上やってもやっぱり伸びしろが低いので、まあ、このグラフを見て自分はどこを目指すかっていうのをね、考えていただければ、はい、参考になるのかなと思います。で、この辺のね、要所要所の各動画については、動画の概要欄の方にね、URL 載せておきますので、まあ、ぜひね、参考にしていただければと思います。はい、ということでね、えー、まあ結構ね、やっぱり ずっと毎日やるっていうのはなかなかね、あのー、くじけることも多いと思います。ね。で、そういう時はですね、ぜひこの、ね、こちらの動画を見ていただいて、えー、モチベーションを上げて継続していただければと思います。最低やっぱりね、3ヶ月はね、やってほしいですね。で、3ヶ月やると、もうね、習慣化されて、6ヶ月もあっという間に、はい、いくと思います。その勢いでもう1年、2年っていうのもね、あっという間に行きますので、まあ逆に、ただね、 1>, あの1年もやる必要もないのかなっていうのはこのグラフからね見ればわかるのでただやっぱり3ヶ月6ヶ月はね続けていただければと思いますで私はね1日10分しかやらなかったのでこういうカーブですけどもしかしたらね1日20分とか1日30分できる人はもっとギューンとねあの急な立ち上がりするんじゃないかと思いますのでまあやっぱりね練習量に比例すると思うので とはね一日に何分やるかと逆にあんまりね一日に30分とかやりすぎて、まあ、1週間しか持たなかったっていうくらいであればやっぱりね一日5分とか10分でもいいからやっぱり続けるっていうことが一番大事かなはいだと思いますのではい是非ねこれからタッチタイピングやる人ははいこちらを参考にしてやっていただければと思いますしとにかくやれば誰でもねこれはあの身につく技術なのでね是非、はい、今日から やっていただければと思います。